巨人の星、明日のジョー、愛と誠。数々の名作を生み出してきた漫画原作者が、実は暴力事件やスキャンダルにまみれた大問題児だったことを知る人は少ない。作家という職業からは想像もつかない身長180センチ、体重85キロの巨漢は、柔道2段、空手5段の腕前。殴り合いの喧嘩は日常茶飯事。女癖も相当のもので、部屋からは数々の有名女優を縛った金幕写真が発見される。そして、プロレスラーアントニオ猪木をホテルに監禁したとされる猪木監禁事件の真相とは。こんにちは、雪乃瀬リムです。今日は明日のジョーや巨人の星、空手バカ一代などスポコン漫画の火付け役となった数多くの名作の原作者である梶原一騎を紹介します。北斗の拳、デスノート、最近では推しの子のように、今では珍しくない原作と作画を分担するスタイルの元祖ともいえる梶原一騎。なんと最盛期には月刊誌5本、週刊誌8本もの原稿を抱えていた鉄人。梶原のウィキペディアに記載されている作品一覧を数えてみると、なんと296作品にも上ります。猛烈な忙しさのため、さすがの鉄人でも混乱したのか、自身のヒット作柔道一直線という青春漫画の原稿を担当者が読んでみると、ストーリーに関係のないクラブのママが登場して、延々とママの思い出が綴られていたこともあったとか。しかし、これほど漫画を世に送り出した人が他にいたでしょうか。やわら、モンスター、20世紀少年の著者である浦沢直樹さんは、梶原さんは原作者ですが、その想像力は手塚さんと双璧をなすと言ってもいい。シェイクスピア的な存在だと思います、と語っています。その他、現在活躍する多くの漫画家に多大な影響を与えています。漫画原作者として高い評価を受けていたことは疑いようがありません。しかし、それとは裏腹に、その素行の悪さは度を超えていました。昭和58年、暴力団担当の警視庁捜査4課に暴行と傷害の容疑で逮捕されます。銀座の老舗クラブ月夜橋で、少年マガジンの副編集長に殴る蹴るの暴行を加え、1ヶ月の重傷を負わせたのです。あるパーティーでの梶原のスピーチに対し、副編集長が述べた言葉が気に入らなかったらしく、梶原がてめえ生意気だと胸ぐらをつかみ、右手で顔を殴り倒れたところに蹴りを入れたのです。空手5段、柔道2段の大男による犯行ですから、恐ろしいですね。梶原の暴力沙汰はそれだけではありません。巨人の星が売れ出した頃、麻布のガスライトというクラブで梶原は外国人プロレスラーと喧嘩します。知らせを受けて関係者が駆けつけると、そこにはプロレスラーを殴って怪我をさせた梶原が涼しい顔で酒を飲んでいたという話も残っています。およそ漫画家のエピソードとは思えません。梶原のエピソードとして有名なのが、アントニオ猪木監禁事件です。梶原がアントニオ猪木を監禁した理由には2つの説があります。梶原の代表作の一つ、タイガーマスク。この漫画の中のヒーローは後にプロレスラーとして現実の世界に現れることになります。これはアニメタイガーマスク2世と新日本プロレスがタッグを組んだ企画で、佐山サトル扮するタイガーマスクは一世を風靡します。当然、新日側は梶原に使用料と権利料を支払っていたのですが、ある時からこれが滞るように、しびれを切らした梶原が新日の代表である猪木を呼び出して監禁したという説です。もう一つは、猪木が関水流空手を創設したことに梶原が激怒したという説。なぜ激怒したのかというと、梶原は極真空手を支持しており、創設者の大山増達とも親交が深かったからです。梶原のヒット作の一つ、空手バカ一代は大山がモデルとなっており、この漫画のヒットの影響で極真空手は広く知られるようになったのです。いわば梶原は極真空手の広告塔であり、
関係性のあった猪木が新しい流派を作ったのが許せなかったというわけです。監禁された猪木は同席していた暴力団関係者に銃で脅されて土下座したという噂もありますが、実際には猪木が部屋にいたのはたったの 2,3 分で恐喝もなかったという話もあります。監禁といえばもう一人、空手バカ一代で作画を担当していた角田二郎。角田は後に後ろの百太郎、恐怖新聞などのヒットを放ち、オカルト漫画の第一人者と呼ばれる人物。空手バカ一代でタッグを組んでいた仲でしたが、梶原の原稿が遅いために締め切りに追われる日々が続き、角田は約2年で降板してしまいます。しかしそこになんと空手バカ一代の主人公のモデルとなった大山増達が自分をモデルにした新しい漫画を描いてほしいと角田に直接交渉を持ちかけてくるのです。梶原の目を恐れながらも断りきれず、ゴッドハンドの連載を始めるも案の定、梶原から脅迫まがいのクレームが届くようになるのです。ここまでは良かったのですが、連載終了後も続くしつこい脅迫に業を煮やした角田は、連載していたオカルト漫画の中で梶原を中傷するアナグラムを掲載してしまいます。それを知った梶原は当然激怒、角田を京王プラザホテルの一室に軟禁し、各出版社や漫画家仲間に詫び状を書かせたのです。梶原は28歳の時に後藤敦子という女性と結婚します。敦子は18歳、梶原は相当な亭主関白だったようで、それは巨人の星の星一徹をも超えるほどだったとか。殴る蹴るの鉄拳制裁は当たり前、自分よりも早く寝ることを許さず、一度だけ先に寝てしまった時には怒号を上げながら蹴り起こしたそうです。結婚後も梶原の遊び癖が治るはずもなく、ホステスから始まり、梶原のヒット作愛と誠の実写映画でヒロインを演じた池上君子や松坂慶子、島田陽子など名だたる女性との噂がありました。おまけに梶原は SM 好きという噂があり、梶原の死後部屋を整理すると有名女優を縛った裸体写真がどっさり出てきたそう。撮られた側は戦々恐々としたことでしょう。一人目の妻とは一時離婚し、後に復縁するのですが、梶原はその間に台湾の有名タレントのパイピンピンと結婚しています。梶原とパイピンピンとの間には娘がいましたが、梶原の死後に台湾で身代金目的で誘拐され殺害されてしまいます。この事件は現在でも台湾史上最悪の誘拐事件と言われています。漫画原作者のパイオニア的存在だった梶原ですが、意外にも作画担当の選定にはあまりこだわらなかったそうです。自分と組む漫画家はどんな漫画家でもいい、俺が面白い話を作るから新人でもいいと口にしていたとか。その代わりセリフは一言でも変えることを許さないというルールを設けていたそうです。それを知っていた千葉哲也は梶原と組むことに前向きじゃなかったそう。ところがいざ面会してみると決定事項の雰囲気だったため、そのままの流れで明日のジョーを書くことになったのです。しかし千葉は多くの漫画家とは違い、納得のいかない場面があれば遠慮なく梶原に会いに行ったり、さらには独断でオリジナルのキャラクターを登場させたりしていました。そして明日のジョーのあの有名なラストシーン、実はあのシーンも千葉のオリジナルなのです。梶原から最終話の原稿を受け取った千葉はラストに納得がいかず思わず電話をしたところ、ちょうど梶原は別作品の編集者を待たせていたらしく、今まで好き放題に書いておいて今更なんだ任すよと電話を切られたとか。そうして矢吹城が真っ白に燃え尽きるあの名シーンが誕生したのです。千葉は連載終了後に梶原からいいラストだったありがとうと握手されたが、すごい力が込められていて手が痛かったと解雇しています。二人はストーリーの方向性についてたびたび衝突していました。主人公矢吹城のライバル力石徹の扱いについてもバーで口論となります。
千葉は人気キャラクターだった力石を生かしておきたい一方で、梶原は死なせるべきだと主張しました。そこで梶原が力石は絶対殺すと叫ぶと、バーテンダーが本物の殺人予告だと思い込み警察に通報してしまったというエピソードが残っています。その後も梶原は赤坂のホステス暴行容疑などで次々逮捕され、2ヶ月拘留されます。判決は執行猶予3年付きの懲役2年、3000万円の現金を支払って釈放されます。当然連載は全て打ち切られ、単行本は絶版となります。そして釈放直後、梶原は病に倒れ搬送されます。診断は致死性の極めて高い壊死性激症膵臓炎、4度の手術を行うもあと2時間の命と宣告されたことも。しかし梶原は人工透析を受けながらも夜な夜なネオン街に繰り出し、レミー・マルタンを飲み干す姿が目撃されています。医者にあなたはモンスターだと言わしめました。晩年は週刊漫画娯楽にて自伝漫画男の星座を連載開始するも、昭和62年梶原はついに力尽き、50歳の若さでこの世を去ります。男の星座は未完に終わるのでした。いかがだったでしょうか。はちゃめちゃな私生活を送りながらも数々の名作を世に送り出した梶原一騎、当時の少年たちにたくさんの夢と勇気を与えた功績は称えられるべきでしょう。今一度梶原作品を読んでみて、彼の熱い魂に触れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは引き続き日本を変えた傑物たちを紹介していきます。この動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。